で、これからこのシャットのコスメを取っていきます。はい。このカッターの裏側を使って。裏側ですか。え、なぜ裏側。こっちだともう削る、カーボン自体、シャット自体削っちゃうんで。あ、そっか。裏側だと、このシャープになるところで。はい。おう、裏側を使って。裏側。そんなにガッツリやらないで、優しくジェントルに。ジェントル、ジェントル。オーライ。え、今はここまでですか。こっから下を切る。全然できてるかわかんないんだけど。できてるかな。OK。 A lot of concentration here。あ、慣れてきた。始まったとこから終わったところですごいわかるわ。OK? どうでしたか。まだここに保存のためにあって、はい、これを今のとこはまだ白なんですね。うん。え、なんで青？ What is going on here? やりすぎると、はい、シャットの強度を下げちゃうので。って言えば、やりすぎるとシャフトが使えなくなる。うわ。プレッシャーが。え、じゃあこの青は何なんですか。青はメーカーさんによって、そのシャフトインディケーターのなんか別に塗ったりするんです。ル、英語では何て言うんですか。英語はテルール。テルフルール、オッケー。日本語ではソケルトって言います。これもサイズがバラバラなので、これもちゃんとしたサイズじゃないと、パッとサイズ選ばないと。Oh my god. さっきこれ何センチでした。いや、2.8 2.8 だったかな。 2.8 まで下げなきゃいけないので。 Oh my。 このスペシャルツール。はい。今は何してるんですか。これはこの深さを調整します。 OK。 これも言われて、これが一番下は 2.8 になります。こう置いて、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 こう。これが浅すぎて下まで入ってないと接着が不十分で、はい、お客さんに渡したのは途中でポーンと取れる。それは一番高いですね。それ怖いね。危ないし、うん、この接着が怖いのでエポキシ使います。お、たまに車に使ってるわ。そう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 。ガラスなんですか。ガラスです。細か。混ぜて、シャフトとヘッドの接着より強力。なんでガラスなんですか。ガラスってそんなに重量もないので、クラブのクラブバランスとか、うん、クラブの重量に影響を与えずに。このお客さんからは、このロゴを下に向けてくれっていう要望が。ロゴを下に向ける。そうすると、
初の球で動画を見なくてもいい。あ、そっか。そんなことあるんだ。大体これ接着が終わるまでは1時間ぐらい。1時間。うわぁ。今のは何ですか？ここを、お客さんが、このロゴ？うんうん。お客さんが出てくる。見えないようにですか？で、シャッターのシャッシャバリの線も、見えたら回ってくる。そっか。そしたら真っ直ぐ。お客さんの姿勢を見たり。うまいか。難しいよ。俺のゴーフルの世界と全然違う。俺はレンタル使っていつだけだから。1週間に何回ぐらいのオーダー来るんですか、シャフトとかって。時期にありますけど、大体こういう単品のシャフト交換は1週間に2、3件は必ず出ます。だからこういうアイアンセットのシャフト交換とかも、セット全部はぁー。 Oh my god。 1週間の時はこれ1から全部組み立てる。すごい。なんか欲しい、あのクラブヘッドとかシャフトとかグリップ全部決めてもらって全部組み合わせました。こういうセットのものは必ず同じバランスに揃えて To cut the grips? うん、OK。 From the back holding like that? Yep。 Put the grips spot。Oh man. No. So this is how we take off the grip. Yep. If they don't want the grip anymore. Okay, it's very dangerous. Yep. Holding like that. Okay, thank you. Got a little bit of a deadly spike there.Up? Oh my god. So, like an angle? Yep, doing that.